うつについて喋るのはちょっと久しぶりになります。ずっと YouTube ニコ動に上がっているものに対していろいろ賛否両論コメントをびっくりするぐらいいただくので、逆に言うとそれで悩んでいらっしゃる方がすごく多いんだなと。問い合わせだとかメールだとかも時々入ります。遠慮なく、してください。対応できない時は対応できないので、おいおいは必ずしますので、ちょっと今忙しくてできないんですが、まあ、ただ流れとして全体のうつに対しての認識も随分変わってきて、前は頑張れって言っちゃいけないっていう状況の中で、結構お医者さんも頑張らなきゃという部分とか、お薬のコントロールだとかっていうのも、薬はそんなに効かないよっていう認識のお医者さんも結構出てきて、その中でどうしようかっていう部分も増えてきてると思います。薬に頼りすぎるのはいけないし、ただうつは薬を飲んで元気になれる人は飲んで元気になってしまってください。それでもダメな人は一緒になっていろいろ考えましょうっていうところだと思うんです。随分お医者さんのスタンスも変わってきたなというふうには思います。じゃあ治って良くなってる人が増えてるかっていうと、正直どん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 調子が悪くなっている人も増えてきているので、辛いことだとは思いますけれども、それぞれ原因が違うんですよ。みんなそれは違う、そう、何を言ってるんだって、いやそうだって、うつにもいろんな種類が、インフルエンザも A 型、B 型、本コンなんじゃらとかってあるように、原因が、それぞれ違います。家庭の問題があったり、体の問題があったり、今の状態の問題、仕事の問題があったり、学校の問題があったり、それぞれむちゃくちゃ食生活が悪いですよというところから来ている問題だったりとかっていうふうに、それぞれ状況が違うので、それぞれに対して考えていくっていう部分だなと思います。それと、まあ、認識がかなり広がって、僕も目から鱗だったのはやっぱり、どう表現をしたらいいんでしょう、皆さんが今使っている部分でいうとアスペルガーの部分ですよね。やっぱりちょっとこう物覚えが悪い、普通に行動はできるんだけれども、どうしても少し悪い、僕もそうかなと思いますが、知能指数でいうと100ちょい切るぐらいの前後の人っていうのは何も問題がないように見えるけれども、猛烈にストレスを抱えて生きている部分の人っていうのはすごく多いんで、その部分は僕も応援できることはしていきたいなと思いますし、というところ随分いろいろ変わってはきてると思うので、なんかみんなでか私の中でも答えを出せるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。また取り留めのない話でした。